ギブヨンにオファーナウ。あ、4年目やりますよ。彼、今年いっぱいで契約切れるし、もうスタメンになることもないからね。というわけで枠を開けるためにも売却。結構高く売れて助かるよ、うめえ。アジアトーナメント、リアドに負けてベスト4敗退。あいつら強すぎだろ、自重しろ。てかそろそろ優勝させろ。はい、カオルコのドリブルがええ相当に。留学前の限界値だろうねこれ。とりあえず S か SS が確定。なるほど、スーパードリブラーだったか。ドリブル、得意。ほう、やるもんだねカオルコとやら。あそっか、ちゃんだ留学だったもんな。初顔合わせか。まあ仲良くやってね、よろ。あーよろしくね。さて、もうドリブルは頭打ちだから、今度はスピード関連を伸ばそうかね。スタミナはないけど、スピードはありそうなのよね。マジで高速ドリブラーに育つ予感がするよ。はい、カオルコの442、全然低いね。まだ伸びしろありそうだけど、B か A 止まりだろうな。そのうち戦術練習もしとかねば。来年末に留学だからね。あ、ファースト開幕ね。上田あ、やっちゃったね上田。貧弱、貧弱。うほ、上田の追加点、怪我してんのに、すげえ。か、勝ち上がった。か、勝ったのはいいんだけど、上田離脱、やべえ。控えのフォワード、原田しかいないぞ。しかも寝かせてるし、これはまずいな。む、Jリーガーか。移籍金かかるからな。今7億しかないから、ちょっとしんどいな。まあ5年契約は、無理だろうね。むむ、あの27歳は、知っているのか、ライデン。うむ、かなり強いフォワードだ。多分 J でベスト5に入るだろ。というわけで取りますよ、取る。てか上田が離脱した直後だし、これはちょうどいいのかもね。カオルコと原田が留学中の留守番も兼ねて、3年くらいにしとこう。てかいくらだろう。プライド高だ。たけえ、7億4千万って、お前、お金やべえ。本当に、いいのか？ああ、やっちまった。もっと安く値切れたじゃんこれ。7000万くらいでもいけたかもしれねえ。肉球痛恨のミス。愚か、もの。超もったいないよね。ちなみにスタジアム改築したから、お金少ないのよね。の、残り5000万。これはひどい。クラファンを募りたいですわ。3月、5勝1敗。悪くのいじょのいこ。カオルコの、おかげ、もっとあがめろ。実は6試合で6ゴールだからね。やるじゃん。まあお金やばいけどね。うむ、未曾有の危機だな。翌月、久保が合流。ゆっくりしていってね。さすがにこの年齢だと、すでにそこそこ育ってるみたいだね。上田の代わり、頼んだぞ。4月、1勝5分け。何これひどい。カットしてるけど、ちゃんだが怪我したからだね。やっぱ影響力でかいんだろうな。怪我しにくさ、C だからね。すまんね。ちゃんだ、虚弱。虚弱言うな。5月のスカウトリストに、藤が来てた。めっちゃ欲しかったけど、お金足りねえ。さすがに8億近い金額は無理だね。さっき久保を取らなければ。そしたら藤、雇えたね。まあ仕方ないね。久保にはめっちゃ働いてもらおう。5月、2勝3敗1分け。優勝、無理っぽいかな。まだ戦力足りないってのか。ふむ。うお、カオルコハットトリック。え、4点目、だと？マジかよ、カオルコ大暴れ。こんなに決めたの、初めてだろ。ドリブル、得意。お、マンオブザマッチじゃん、カオルコ。うん、いいね。評価点10も、初めてだろこれ。やはりカオルコは、やんごとないな。こりゃ留学後が楽しみだね。よし、そんじゃ順位を見てみよう。はい、3位フィニッシュね。去年より上がってるね。来年、金子が帰国したら、おそらく優勝に届きそうな予感。てかこの調子だと、この後のセカンドも、結構期待できるのかもね。むむ、カオルコが得点ランキングトップ、だと、ドリブル、得意。少しずつ開花してきてるようだね。ふむ、今季得点王、マジであるかもね。7月、スカウトリストに水木が出現。雇うことにしたよ。チャンミン、年俸安くて助かったけど、そろそろ限界だったからね。じゃあのチャンミン、よろしく水木。よし、そんじゃ今シリーズ初の米返し。誰か呼んでー。新シリーズ来たー。肉球さんの坂つく動画でしか得られないものがある。新たな坂つく来たー。楽しみすぎて夜しか眠れんわらわら。ありがとうございます。またゆるゆる遊んでいくので、よろしくっす。ノロ兄弟取ってほしいなわら。2002にいましたよね。あーでもドリキャス版と違い、ノロ兄弟取るの面倒くさい感じになってたんですっけ。早口でもいけるのかカオルコ。うん、ノロ兄弟、いつか取りたいっす。
特に週7と週5、欲しいなぁ。マジで出てこないのよねー。スカウト、ジャンミンを獲得してくれてありがとうございます。紹介した手前、同僚無事指名獲得した時には安心しました。ドキドキしました。ごくたまにやらかしますので単年度契約、安価でよく働くのでおすすめです。序盤には良いスカウトです。ただ、新人獲得は人数少なめなのが玉に傷です。マイナーズ、確認済みなのが、国内はトール、ジュチ。海外はアルチュー、ジャンダ、カリミ、プロコロフ、カンチャナ、ミンガです。GP クラスも玉に連れてきます。情報ありがとうございます。国内と海外のマイナーズ、両方探索可能いいね。本当はルチも取ろうかと思ったけど、マニアックなキーパーも試したいから、やめといたよ。お久しぶりのサカツク2000年です。今回は非常に良いですね。ノーマルエディットと外国人にも一部縛りを入れるのは良いアイデアだと思います。アフリカだと連携はあれですが、イトラジョージウェア、おなじみのハシムムスタファハッチですが、メラロジェミラ、ウェルスタリボエスト、メンコのヌコの、ガブオクフォー、ナイトナイベト、オリバーオリセイ、アコンチャオコチャ、バンダババンギラなどで紹介久しぶりなので脳内フル稼働しましたが、抜けも多いなしょてでムサカはやばいですね。FW の留学先の最高星かも19歳のジャンダとかチャンスボエディットの裏技は聞いたことはあっても使用したことがないので興味深いです。過去障が上手のわらわらか猫、元村のダブルトリは日産黄金期ですね。狙ってもなかなか揃わない2人なので楽しみです。情報ありがとうございます。多分その中の誰かを取ると思います。あとアジア勢も取らないとね。皆さんコメント、ありがとうございました。全部、紹介できなくて、すまねー。あ、セカンド開幕ね。はい、カオルコのスピード、B くらいに到達。とりあえず鈍足じゃないようだ。まだまだ、伸びる、よう。うむ、おそらく A 以上はあるだろうね。あとはパワーも伸ばそうね。8月の成績、4勝2敗。まずまずってとこか。そろそろリーグ優勝したいんだが、果たして。ちょ、今トールがレッド食らってたぞ、おいおい。か、カード多すぎだろ。勝った、のはいいんだけど、いいんだけどさ、やりすぎだろ。やたらファールが多い試合だったね。みんな、野蛮だな。うむ、これはひどいな。トールと小島、ファールしにくさしいだもんな。でもよくジュビロに勝てたな。うめえ。9月の成績、4勝2敗。優勝、と、届くのかこれ。10月、国内選手をリストアップ。ディフェンダーかキーパーだといいなぁ。ピーパッパッパラッポ、パッパッパラッポ。なんで急に歌い出したの？まあ気にすんな、それより国内、正直外れかなこれ。青くんを、まともに育てたことないけど、なんか魅力を感じなくてねー。ピーパッパッパラッポ、パッパッパラッポ。酒でも飲んでんのかいあんた。あれ、なんかやばい17歳がいる。ある、むーこ、これは、こないだの19歳より美味しい女の子。というわけで取りますよ、取る取る。あ、結局取るんだねー。本当は控えるつもりだったけど、さすがにこの年齢できちゃったらねー。もちろん思い切って5年契約ね。多分3000万くらいでいけるだろ。はい、アルチューゲット。これで右サイドは10年以上安泰だね。と同時にパンタキスの放出も決定。売却オファーが来たらゴーだね。いやー、いい補強だったわ。結局セカンドも3位フィニッシュ。てかアントラーズ強すぎだろ。ふむ、もうちょい戦力が欲しいねー。アルチューとやらが、来年どんだけ伸びるかだねー。得点ランキング、見せろー。む、得点王は、柳沢。カオルコ6位だってさ。あー。ファーストの12から、6ゴールしか増えてないねー。む、もしやと思ったんだがなー。まあ多分万世だろうし、これからだよね。てか上田、ぶっちゃけ外れかもね。原田みたいな凄みを感じないもの。あ、評価点ランキングはプロコロフとトール、それとチャンダがランクイン。ちゃんだ、まだ伸びる気もするが。まあまあ、来年から本気出すさ。カオルコも、来年が、勝負。あ、ファンタキスも入ってる。彼、さりげなく実力者なのかもね。よし、そんじゃみんなお疲れ。年末年始イベントと行こうか。アルチューが合流。ゆっくりしていってね。へぇ、そこそこグラフでかいねー。ピーパッパッパラッポ。あんたそれ気に入ってるのかい。さてどうしようかな。ラゴスに行かせるの、全然ありなんだよねー。まあその前に、カオルコと原田と元村が先かな。留学サイクル、忙しくなってくるな。あ、背番号は適当に5番ね。ふむ、海外か。もうアルチューで4人目なんだよねー。残りの枠、1つだけだねー。なんか、世界レベルの、匂いがするー。は？わかるのかいカオルコ。いやいや、ざわついてないから、さすがにそれはないと思うぞ。あー、うん、国内は外れだわ。残念、匂いが、するー。あれ、あの17歳って、もしかして。あ、これって、ジェラードじゃないかい？あー、間違いないだろうな。17歳って、お前、でも能力的にはプロコロフと大して変わらんのよねー。ふむ、じゃあ、A ランクってとこだねー。うむ、意欲とシスタクはジョナードが上だがな。でも今回はアジアアフリカ勢で行きたいし、ぶっちゃけプロコロフで十分だし、まあスルーだね。むー、残念。プロコロフが衰え始めてたら、飛びついてたね。はふー、今じゃないんだよ。
メデジンから森岡が帰国。1年だけだったけど、ちゃんと伸びたかな。そして入れ替わりに上田をラゴスへ。まあ1年だけね。彼、なんか頼りないからね。来年は、カオルコも、行く。ふむ、あそこはいいとこだぞ。めっちゃフィジカル伸びるからね。よし、来年はカオルコ、久保、原田で回そう。いやー楽しいわー、サカツク楽しいわー。4年目の成績、去年よりはマシだが、まだまだ物足りないね。さすがにそろそろ、何かしらの優勝が欲しいよねー。カオルコに、任せろ。ふんふん、鼻息荒いねー。まあ俺も働いてやるさ。む、人気が低迷してるな。サポーター数、全然増えてねー。これは由々しき事態だぞ。マジで来年が勝負だな。なんか自然が毎年1ずつ増えてるな。ほんと投資が楽で助かるよ。横浜、マジでずるいね。スポンサー関連は、約16億。ちょっと少ないかな。人気が低迷してるからかもね。マジで5年目が勝負だぜ。契約更改、原田は留学だから3年、プロコロフは主力だから5年、高木は1年ね。てか高木、なんとかしなきゃな。素直にうちを取ってもいいんだけど。定番すぎてつまらないんだろ。そうなのよねー。かといって海外枠を使うのもなー。といったところで今回は終わり。新人獲得、誰も取れなかったからね。あ、サウナ設置しとくね。それではご視聴ありがとうございました。じゃあの。